皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、皆さんが元気で過ごしていることを願っています。驚異的なグループ BTS の最年長メンバーであるジンは最近、義務的な兵役を終え、まだ兵役中のメンバーの親戚や家族を訪問し始めました。この行動は、市民としての義務を果たすのにまだ苦労している同僚たちへのサポートと連帯の形として受け止められました。 最近の報道によるとジンは BTS の現役メンバーの一人である V の両親を訪問したことが分かりました。この訪問は V の家族に深い幸福と喜びをもたらしました。ジンは手ぶらで来たわけではありません。彼は他の BTS メンバーからの思い出と愛が詰まった贈り物を持ってきました。V の父親はこの訪問に大喜びし、母親は喜びの涙をこらえることができませんでした。 この瞬間は、兵役義務のために離れ離れになっても、メンバーとその家族との絆がいかに強いかを示しています。一方陣は、まだ兵役中である他の BTS メンバーの家族を訪問し続ける予定です。この動きは、アイドル同士の強い関係と相互サポートを誇らしく思う BTS ファンからも高く評価されました。皆さん、今日の動画は以上です。 ご覧いただきありがとうございました。どう思いますかコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。